はい、メイチャンネルです。今日はね、昼時ということもありまして、原宿のセンチュリオンラウンジの方にですね、ランチを取りにやってまいりました。リベンジですね。はい、じゃあね、早速行ってみたいと思います。まあだいたい30分前ですかね、11時半ぐらいなんですけどね、何名かはもう待ってるような状態ですね。いや、めちゃめちゃ天気いいですね。待機列ができるみたいですね。あ、わかりました。はい、じゃあ、お一人様にお待たせいたしました。ご来場ありがとうございます。はい、お一人様になります。ありがとうございます。お待たせいたしました。お預かりいたします。カードご提示ありがとうございます。はい、どちらでも。はい、大変混雑が予想されておりまして、はい、ドリンクの方はドリンク制で。はい、大丈夫です。申し訳ございません。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせしました。こんにちは。こんにちは、ようこそお越しくださいました。お客様、お客様でしょうか。はい、ご案内いたします。以上です。はい、申し訳ありません。よろしくお願いします。こちらですね。申し訳ございません。お好きな方をご利用ください。はい。7、大丈夫ですか。そこの意図がいいですか。申し訳ありません。とんでもないです。じゃあこちらで。こっちにしようか。すいません。こちらが重いもののメニューでございます。はい。なんかね、こんな感じですね。飲み物のメニュー、ブルードワとかビールとかね、ウイスキー、白ワイン、ウォッカトニック、ソフトドリンクとかありますね。こちらの空間がラウンジとなっておりますので、はい、まずは軽食や飲み物などお楽しみいただけます。はい、こちらの3種のカクテルが、はい、アメックスの専属のバーテンダー、アメリカのバーテンダーが開発したこのラウンジだけのカクテルとなっております。お楽しみください。はい、奥のスペースなんですが、はい、デジタルチョイスとアロマエクスペリエンスといいまして、はい、アロマの調合などはできる場所がございます。 どちらかのコンテンツをお選びいただけますので、はい、ぜひお楽しみください。で、3つはね、オリジナルのカクテルだそうです。こちらですね、はい、ブルードアというものがウイスキーベースのショートカクテルになりまして、はい、グリーンジャパニーズはですね、抹茶を使いました、カルダミルクのようなものです。はい、でこちらプラムジョムがですね、日本酒と、梅酒を合わせたアルコールになってます。どちらもちょっと度数は高いんですが、はいはい、あとは普通のアルコールで、ウイスキー、ジン、あとはシャンパンなど白ワイン、赤ワイン、ビールなどをご用意させていただきます。はい、プラムジョブで。はい、かしこまりました。はい、あとね、フードとデザートっていうとこと、リンゴとザクロのパブロバ、かぼちゃのキャラメルの抹茶のクランブル、和栗のモンブラン、ビーツと北あかりのチップス、ジロルとマイタケの、トリフォラーティのサンドイッチ、難しいですね。和牛のロストとリーキのタルト、フォアグラのテリーヌ、結構多分ね、ちょっとずつ出てくるんですけど、おつまみ感覚でいいですね。はい、でね、中入ってきましたけども、開始30分ぐらいでね、結構な人数も並んでましたね。はい、こちらがね、フラムジョブ。梅酒となんか日本酒を混ぜたような感じですね。うん、美味しい。飲みやすいですね。はい、料理の方が運ばれてきました。一応ね、これの順番に並んでるそうですね。左上、これがかぼちゃですかね。で、どちら、これがフォアグラのテリーヌでしょうかね。
で、ジロルと、舞茸のトリフォラーティで、栗ですね。で、リンゴとザクロクのこれですかね。でもこれっぽいですよね。はい、1、2、3、4、5、6。こんな感じ。和牛のロースとかってのはないのかな。はい、こんな感じですね、なんかね、秋っぽくていい感じですね。はい、今ね、アンケートの方がやってきました。今ね、こちらが料理ですけど、残念ながらデビューをね、撮ってたと思ったら撮れてなかったですね。残念。バーの方ちょっと動画撮ってもいいですか、あの顔映んないように、はい、で、あっちに行くればいいです。あ、止まりました。こんな感じで下反射して綺麗ですね。デジタル写真で、はい、どういう風にしてあるんですか。あ、はい、どちらかお選びいただけましたでしょうか。まだです。あ、はい、あの、はい、アロマでしたらこちらの人間、はい、お茶でしたらこちらの人間に、はい、あのお声掛けいただければ お召し上がりいただいた後に、あ、もう大丈夫です。大丈夫ですか。お荷物などは全部もう全部持ってます。はい、次の会がですね、順からしかありますので、こちらの席に。あ、わかりました。17人。はい、はい、どうぞ。今ね、デジタルチャス入る直前ですが、動画とかね、写真とか撮っていいということでね、許可いただきましたんで、これから中入って楽しみたいと思います。それではご案内いたします。ありがとうございます。はい、足元お気をつけください。シリオンラウンジ、楽しんできました。いや本当にね、ゆっくりできてよかったなと思います。ただね、残念なことで料理のねレビューが取れてなかった。本当に初歩的な失敗ですね。残念で、一応ねオープン30分前でね4番手で、場所取れましたけど、まあ大体10分ぐらいしたらね、もう入りきれないぐらいのもう2列列ができてたような状況でございました。でまたね、週末になってくるとこれだいぶ混み合うと思いますんで、まあ1時間経たないぐらいかな、前ぐらいに行っておくと、まあ第1陣で、ね、入れるんじゃないかなと思います。ちょっと週末に関してはもっと、ね、混み合ってくる可能性ありますので、ね、それはちょっとご注意いただければなと、思います。はい、じゃあね、今日の動画はこちらで以上になります。この動画が、ね、ためになった、参考になったという方はぜひ高評価ボタンと、ね、コメント気軽に残していていただければなと思います。で、概要欄の下の方に Twitter、LINE、Instagram やってますので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いいたします。はい、
でまたねこういった動画どんどん上げていきますので、ぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。